11月29日、松山全日空ホテルで愛媛のプロスポーツ3団体によるディスカッションが行われました。これは愛媛 FC と愛媛マンダリンパイレーツ、そして愛媛オレンジバイキングスがディスカッションに参加し、光を照らす魔法の言葉をテーマに、新人の育成や向き合い方などについてアイデアを出し合いました。私ども栗田東芝会という電気工事屋の会があるんですけど、その会が設立50周年を迎えるにあたりましてですね、この地域に何か貢献できないかということで皆様の意見を聞いたんですけど、その中で愛媛県には3つのプロスポーツ球団があるということで、その球団の方々の横のつながりがあまり今のところないということでございますので、この機会にですね、3つの球団の方に一堂に会していただいて、パネルディスカッションという形式でですね、いろいろなお話をお伺いしようかということの企画を、いたしたところでございます。内容的にはですね、なるべく私どもの企業と共通するような話題をしていただきたいなということで、例えば私どもも悩んでおります若い方の育成ですとか、若い方がやる気を出してもらうためにはどんなことをどんな言葉で指導していけばいいかとかいうことを中心にですね、藤田春彦さんの方から各3チームの監督さん、代表者の方々にそういうことを聞いていただきたいなと思っております。それぞれの地域でですね、ふるさとの明かりを自分たちが守っておるんだという気概を今まで以上に持っていただいて、みんなで協力し合いながら、この地域に根ざした電気工事会社をみんなで一緒にスクラムを組んでやろうということで行っていこうと思っております。クロアチアのチームですね、クロアチア人の監督に、いや、お前の武器はスピードと俊敏性だって言われたときに、さっきの話に似てますけど、自分はスピードと俊敏性が武器なんだと意識し始めたときから、そこをプレーでよく出せるようになったんです、怒る人はヘッドコーチにしといて、褒める人はアシスタントコーチにするとか、家庭でいうお父さんとお母さんの役割みたいなのを作ることによって、怒られることもあるけど褒められることもあるっていうような環境を作っていて、いいところ悪いところっていうのをしっかり見極めをさせてあげるっていうことが必要があるかなと。今回のディスカッションを通じて地元のプロスポーツのさらなる活性化が期待されます。